さあそして最後の滑走となります。最終グループ最後の滑走となりますのはロシア代表ドムニナ・シャバリン組です。ロシアの一番手カップル、2007年のヨーロッパ選手権では銀メダリスト、その勢いをそのままに表彰台に上がることができるか。いかがでしょうか。いや、あのエッジがねぶれないですよね。一度置いたインサイドかアウトサイドどっちでもいいですけども、綺麗に決まってますね。男性が女性を持ち上げてまっすぐに滑るストレートラインリフト、あのもちろん片足のリフトで難しいんですけども、ここのカップルはあの手を使わずに、手を開いて女性を掴まずにリフトするので、その辺もまた見てほしいですね。そしてコンビネーションリフト、シンクロナイズドツイズル、これはもうぴったり揃ってましたね。いかがでしょうか。まあ、イーグルのポジションから反対のイーグルへ、まあ、もうちょっと工夫が欲しかったかもしれないですね。そして2人が円を描きます。サーキュラーステップシークエンス、状が変わりました。この後半のこのカップルの迫りくるようなこのスケーティング、そこ注目してもらいたいです。回転リフト、大歓声、東京体育館ガッツポーズを取りましたシャバリン、そしてドムニナ、ロシアの一番手カップルフリーダンスを終えました。ワンステップワンステップ、そして手の動き、
あの後半の最後、あったじゃないですか、盛り上がったところ、盛り上がりましたね、もう思いっきり滑ってる感じがして、あの見てて気持ちよかったですよね、本当に2人の踊るそのダンスの中に物語があって、その中に引き込まれてしまいます、あんなに荒々しく動いても、であの失敗したりしないということはすごくコントロールされているということなんですね、ホールドであったり2人の信頼関係であったり、もうそれはすごい良かったですね。なるほど、さあこれで全てのカップルが演技を終えました。最終滑走のドムニナ・シャバリン組のフリーダンスの結果、トータルはいかがでしょうか。改めて振り返ってみますと、まず宮本さん、いかがでしたでしょうか、この2人。あの最後の迫り来るスケーティングの前 の、 あの静けさというか、ゆっくりした音楽の時 の、 あの優しいタッチ、あのここまでスケーティングを分けられるのはやっぱすごいなと思いましたね。この手を開いて女性を掴まないんですよね、これはちょっと面白いリフトですね。そうですね、ツイズルも手の後ろに組んで難しいポジションとされてます、この2人がベスト3までに入り込んでくるか注目されます。現在デンコアスタビスキー組が1位、そして2位がデュブレイユローゾン組、そして3位がベルビンアゴスト組と、さあ最終滑走の2人、ドミナ・シャバリン組、フリーダンスの得点はどうでしょうか。ちょっと会場からもため息が漏れましたが、テクニカルエレメンツは 49.62、 そしてコンポーネンツ、プログラムコンポーネンツ 46.19 で、フリーダンス合計 95.81 と出ました。合計点は 193.44、 現在最終順位第5位となりました。ドミニナ・シャバリン組は